はい、はい、やるんですか。はあ、はあ、はあ、はい、ソロ 2,3 曲歌ったんじゃない。ソロ、うん、その後2曲ぐらい俺が入ってくればいいんじゃないか。なんか言ってる、なんか予定が変わるようなこと言ってる。はい、G もちろんです。よろしくお願いします、せーの。7月25日発売のアルフィーのデビューアルバムの B 面の4曲目の、松本隆作詞、堤恭平作曲の、水いらずの午後という曲を聴いていただきました。どうもありがとうございます。それでは続きましてアルフィーの、このままアルフィーをやるとちょっと怒られてしまう可能性がありますので、アルフィーの先輩、明治学院大学の先輩の曲を、次は歌わせていただこうと思います。準備はよろしいでしょうか。はい、過去話ですよね。ないですね。ないですね。はい、ちょっと待ってくださいね。ここでレコード、ちょうどいい声。はい、じゃあ参りましょうか。では、アルフィーの明治学院大学の先輩の当たる方の曲を歌わせていただきたいと思います。誰だそう。
ロックオースと同じようにルックスで勝負している井上陽水の傘がないという曲を聴いていただきました普段はこんなことをしないんですけどもやってみました悩み大きいものよっていうことですね。これはまあみんな納得してるんで。そう、秋行く街です、はい。コンサートでね、オフコースがカバーした曲です。実はオフコースがキャバでカバーします。はい。カバーはこれね、つまらないから。たまにはオフコースをね。傘がない、良かったじゃない。アルフィーの曲だね。昔1980年頃にあのジョーダン音楽工房っていうのをアルフィーがまだ売れない頃やってて、あの紙がないっていう替え歌で結構代表曲なんですよ。都会で下痢をする若者が増えているってだけども問題は今日の下痢紙がない拭かなくちゃ君のケツを拭かなくちゃっていうのでこれアルフィーの代表曲ですから当時は、はい、だから水入らずの午後悩み大きいものねはアルフィーの先輩が歌ってるでアルフィーの冗談学校の曲っていうもう三立てアルフィー俺の中で今日機嫌いいよだからまあ機嫌取ったところで割とね、はいええ時間もないあ、ないんでね、はい、なんでね、オフコースの曲をやるんだたまには歌わないで別にやらなくてもいいの、こんな曲今日はね、たまには4人の時のね、曲をやろうかなといいよね、4人とか2人とか3人とか、うん、うちずっと3人だからさ、48年間、うん、まあ、デビューの時4人いたんだけど、うん、まあ、ずっと3人できてるからね、いいよね、2人の時代です、4人の時代、5人の時代ですって今まで2人の時代ねいいよね羨ましいよ人数変わるって、ね、うん、で解散があるでしょ、ね、解散してさらに復活コンサートなんか復活すればいいのにとかあるでしょうち復活とかないもん解散もないから、うん、そう坂崎さんがヘビを買ったら解散っていうそんだけのねあれがありますけどねまあどうでもいいやこの後はあいいですかなんかチューニング合ってますなんかさっき間違ってましたよねなんかね、うん、ごめんね1個ずれてなんか違ってましたよね1個ずれてました、うん、あの F シャープがああガタガタかもしれないほら、触ってるとこ違うのあれチューニングしながら喋ってくださいねDDD とか D それいいなはい、どうぞ。差し替えだっけ。もう私喋るの聞かないんで、はい。はい、じゃあ、やります、とっととね、はい。夏の日。ワン、ツー、スリー、ワン、チュー。Thank you.
ゃうよ。終わっちゃうかよこんな企画。ないよ持ち時間が。ね、早く打ち返りたいですもん。次につなげますか。もう終わりましょうよ。もう終わりだねにしましょうよ。キーが違う。キーが違う。いらっしゃってですよ、ね、俺の毒舌を聞くために、俺がどんだけオフコースが嫌いかを聞くために皆さん、ね、でそれで最後、ね、嫌がらせのようにこんないろんな曲を歌いやがって、ね、いきなりね、いきなり I love you みたいな本当に一番嫌いな曲が入ったね。リバーブ聞いてるとデーモンかかるよね。そう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 か、そうか、飽きちゃったもうなんか忘れちゃった。あ、ちょっとタイトルコール。なんか今一郎さんの気分すぐ分かる。もうなんかこんなことになっちゃった。じゃあラストになります。はい、もちろんラスト。はい、次につなげたいと思います。次つなげなくていいよ。もう終わろう早く。もう終わりだね。はい、いきます。はい。力入ればいいじゃん。違うよね。違うよね。うん、じゃあ行きましょう。じゃあ、はい、ニクスのテーマ。